どうも、マルベリです。どうも、ホットマンです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。行きましょう。さあ、ということでホットマンさん。いやー、時間かかったよ。何のことなんでしょうか、全くわかりませんが。時間かかったー。ホットマンさん。はい。我々は若彼氏頃ですよ。はいはい。二人で、うん、クワッコというね、ギターの弾き語りを昔ね、やってましたよ。路上ライブなんていうのをやってたんですけど、はい。ちょっと今日は、うん、歌をね、歌おうかなと。合わせちゃったよね。いやいや、まあね、うん、久しぶりにね、うん、やってみたいなって前から僕言ってたじゃないですか。まあそうですよ、歌歌いたい歌いたいって、はい、ホットマンの希望も叶えると。で、今回はちょっともう前置きはさておき、もう早速ね、もう言葉はいらないですね。我々の思いはもう歌に全て込めましたから。そうですね、はい、もうあとはもう聴いてもらうだけというか。そうですね、思いは全部この歌にぶつけましたよね。はい、ということで聴いていただきましょう。ラッドウィンプス、全然前世の替え歌、メンメンメンテ。やっとライド始まったかい。それなのになぜ今ライドできないんだ。遅いよと怒る君、これでもやれるだけのことはしたんだよ。みんなの期待が追い越していくんだよ。君の米を見てるだけで胸が痛いよ。個人的にあまり関わりたくないよ。何かあれば叩く、そのスタイルに僕らはあなたに何を言えばいい。僕は全然メンテのことは気にしてないんだよ。その不器用な言い方をめがけてこの歌歌うよ。君が全然全部なくなってチリチリになったって、誰も困ることはない。メンテ明け待つだけでさ、むしろメンテでレベル上げ赤通りそうだよ。どうから話すかな、君が眠っていた間のストーリー。長い何十代分の敵を倒してからの話なの。ほら、いざそのことをつつかれてみると、君も知らぬとこでバグと戦ってんだよ。君の消えぬ痛みまで分かってみたいよ。わびジェームな国家で許せないのなら、このゲームを終わらさず、どう和解したらいい。僕は全然メンテの言葉気にしていないんだよ。その騒がしい米と批判を聞いてやってきたんだよ。こんなメンテ最中、君らを誰が止まると言うんだろう。もう迷わねえ、君のコメント受け止めるよ。君は僕から諦め方を奪い取ったの。ドラムロールカメラ。ドラムロールって後ろのみんな、誰もいねえわ。みんな一緒にカモン。ネタねえんじゃねえかよ。わさあ行くぞ、みんな一緒に。僕は全然メンテのことは気にしてないんだよ。その不器用な言い方をめがけてこの歌歌うよ。君が全然全部なくなってチリチリになったって、誰も困ることはない。メンテ明け待つだけでさ、
まだ面で聞いてもこの歌を口ずさみながら